まあ、いい時と悪い時結構波がまだあるから、まあ、それをいい時の方に持ってってやんないと。川崎戦前のシーンは多分みんなが限定してってで最後俺が狙いやすいっていう、いや多分これは運ばれてかな、で逆からカバーなんで、まあカバーが得意好きやし、しかも逆から いけたカバー読めた、まあ体は自然と動いたけど危ないと思っていけてカバーリングできたんで、うまくねシュート打たれる前にブロックできた。まあ悪いところ見ないといけないけど、まあいいイメージ作りたかったら自己満プレー見て。まあファールになっちゃったけど、ボール下がってでもラインも上がってで勇気が限定しに行ってで向かみ合い行ってで完全にともここで限定できてるしで大輔がずれてきてでそのまま俺もずれて、そうやっぱみんなで連動して前からであとは後ろは狙うだけっていう、やっぱそっちの方がね気持ちいいじゃないけど取れたらね、まあ、最後のは完全に自己満やけど今は残留に向けてってみんな同じ方向向いてると思うん で勝ち点40向けてでそこから多分次の方向転換できると思うから、まあ、とりあえず早く40を目指して、はい。